はい、それでは、続けてね、第2弾というかね、前回の続きなんですけども、まあ、同じような、ね、映像ではあるんですが、今回はね、さっき最後半はね、たくさん集団でいるところだったんですが、またね一個体一個体、撮影してるシーンですね。だんだんこう徐々に近寄ってってね、警戒心が最後にね、ギリギリの限界までこう撮影してるんですね。はい、でこれは今回はね、さらに撮影した最上流部というかね、こう10メートル先の上流側なんですけども、たった10メートルですよ。でそこへ行くと、今度大金どもですね、の大きな群落があって、で、まあ、ここまでかなという感じで、さすがにこの中にもね実際いるし、脇にもいてたんですけども、ちょっとまあ撮影するにはねやりにくいんで、やめたんですが、ここにもね、この大金どもの群落のこの中層にもね、ちょうどこの正面ちょい右側にね1個体ね乗っかってるんですね。で、すごい気泡がねたくさん見えるかと思うんですが、これは大金ラボが出してるね、酸素ですね。すごいです。もう肉眼だとね、もうシャワーのようにね、ブワーッとね、もう至る所に湧いてましたね。はい、でこれがそこにね、中段にね、こうポンと乗っかってる鈴島土壌ですね。はい、これもうどうなんだろうね、オス個体になるのかな、いつにもはっきり僕もね、その専門じゃないんで言えないんですけども、はい、でこの童貞のね、ポイントはね、まあ、僕も知らなかったんですが、いろいろ調べてとてもいいなと思ったね、童貞ポイントを紹介した動画も以前紹介してるんで、もしよかったらね参考にしてみてください。はい、こんな感じのところを撮ってましたね。はい、でまたね、この大金ラモの大きな森の中にこう消えてきましたね。はい、でここからはちょっとね、まあ、鈴島土壌というよりもね、この先のね、ちょっとね魚も映しとこうかなと思ってね、こう浮きながら、これ井戸もろこをね3匹いまいましたね。でその奥にね、及川がメインでいてという感じですね。それからあと、まあ、この先にですね、さっき最初に冒頭で言ったカムルチがね、この奥にいたんですけども、その他にあとギンブナがね、この後、あれ映ってますね、ギンブナの群れがねポロポロいて、ですぐにもうカメラに泡がくっつくんでね、たびたびレンズをねちょっと触って拭いてます。こんな感じで、まあ、魚たちがね活発に動いてましたね。で今度対岸側というかね、この反対側のね、この右岸側かなを今度下流に向かってねこう下ってる時なんですけど、この今手前のこの濁りはここにカムルチがいてね、この大金ダムの、中にこうブワッとね驚いて突っ込んで入っていってしまいました。でこっちはなんかちょっとね石がコロコロしててね、ですが、もうもちろんここにもいっぱいもうピン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 ね、そこをねちょっと浮いて移動してるのが全部鈴島道場です。はい、もうものすごい数です。はい、またこれが最初のね、メインで映してた10メートル四方ぐらいの、ポイントに帰ってきたというところですね。はい、で今度は、この一番映してた下流側にね、ちょっと二股に分かれてる部分があって、その反対側にねちょろっとね5メートルほど入っていってみたんですね。でこっちはね樹木がたくさん生い茂っててね、こう日陰が多いゾーンなんですけども、まあ、そっちもちょっと見てみようかなということで見てみました。でこっちの方が浅くてちょい流れがねあるとこなんですけども、またこう環境変わるとね、たったねもう歩けばね、普通に歩けば10歩20歩ぐらいの距離ではあるんですけども、まあ実際ね水中の中っていうのは環境全然ね僕らの想像をはるかに超える、変化があるんで、そこを見てみようかなと思って、進んでいったんですが、このリシアのね、がたくさん沈んでるところにやっぱりねこう乗っかったりしてるんですね。ただやっぱ近づくとすぐに潜ったり浮いて、ちょっとね2メートルほど、ビョーっとね、
泳いでいってまたどっかに隠れちゃうというね、そんなパターンが多かったんですけども、まあ、ゆっくりね落ち着いて撮影できる個体もいました。でも、やっぱり、ね、ちょっとこのオスをね僕は映したがってたかなって今振り返るとね思ってて、メスよりもこうオスをとにかく探すと、そのね、なんか気持ちが強くてね、ちょっとオスの方がね映ってる回数多いかなっていうところなんですけどね、すいませんメスがね映ってあんまり映ってなくて、でそれがその先がねこんな感じで、二股に分かれた方の、行ってない方ですね。でこちらもリシアと砂地と、今岸際があってという感じですね。もうとにかく綺麗です。もうなんか絵はがきとかにありそうなぐらいね、肉眼だと本当に綺麗でしたでここのねこの砂地をねちょっとね、触ってみたんですが、泥がねほぼ、混じってなくて非常にね、クリアな、サラサラしたねシンプルな砂で、綺麗でしたね。でこれがその下ですね。で数の毛というね、リシアは、根っこを持たない、苔なので、まあ、苔はねそうなのかな、なので、まあ、普通のね、水草とは違って根を持たないんで、もう本当に流れがなければこう下に堆積して、みんなで絡み合ってね大きな、塊を作るということで、実際に、この砂地の上にただね、乗ってるだけという感じの、構造なんですね。でその砂地が多くなって少し進むとちょっとまた違った水草がね出てきましたね。でこれが多分僕はねはっきり言えないんですが、よく俗に言うヘアグラスですね、の仲間じゃないかなという感じのグルグル中でポン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 とね奥までねこういくつかありますよね。でここにもね結構水島道場入ってて、ね、もう泳いでるとねピョンピョンっていきなりね現れてね遠く行ってしまうんですね。なのでこのヘアグラスに隠れているやつも一回映したいなと思って、この一番でかそうなねこの群落のに近づいて、ね、ゆっくり探したらやっぱりね今正面にねちょっとね体の 体側見えてますけどもね、そんな感じの、水島もいました。はい、こんな感じでね非常に綺麗です。でここも今 いるんですけどね、動いたかな今。でそのね水面より上景色どんなのかなというと本当にこんな感じですね、木々に覆われててねその間を流れているという感じで、とっても浅くてね、まあ、綺麗クリアでね、なんかこう小川みたいな感じですね、はい、すごいです。もう言葉で本当に言い表せないんですけどもね、とにかく感動もしっぱなしでしたね。で今度は、この右岸側のね、影が日陰になったところで、ちょっとね急斜面といえば急斜面なのかな、どん深になってる部分の最後のね岸際のあたりを頭突っ込んでね見ると、そっちにもねたくさん水島道場がいました。でそれがアップしたのはこれなんですが、これ多分ね確か4個体ですね、4個体映ってますね、はい、もう手前に2匹真ん中に1匹さらに奥に1匹、あ5個体がさ石の左後ろにもいますね多分ね、はい、なんでもう本当にねもうびっくりするぐらい水島道場がいました。なんでまあ僕もねここへ来て水島道場だってこう言ってるね動画もねスタートしてるんですけども、その時はねとにかくどうやったら撃つんだと、なかなかね姿がうまく見えなかったんですけども、こうやって一箇所にねこう集中して、見ていくと、だん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 ねこういろんな方法を自分なりに見つけて、居場所を見つけて、でそこでどうやって動いてるのか、どん
な環境なのかなっていうのがね徐々に分かってくるんで今いっぱいいますよね。はい、なのでそうやってね一つ一つねもう、ま、何回もねいつも言ってるんですけど、自分だけのね、そういった発見とかね、情報をねこうやって身につけていくと、まあ、世間一般で言われているのが全てではないよというのが分かってくるんじゃないかなと思います。でここでね水島道場が例えばこうだったってなっても、例えば同じねこの岐阜県木曽三川のね水域でも、以前紹介した三面コンクリの、環境にいる、東海小型水島道場は、またね違った世界で生きてるはずなんですね。同じ種類ではあるんですけどね。でまたそこ以外のねちょっと大きな河川の内にいる、水島道場もまた違う環境でねおそらく1年を通じて生活してるんじゃないかなと思いますので、これだけが全てではないんですけども、そうやって一つ一つ見ていくと楽しいと思います。でこれが、ヘアグラスの間にあったリティシアなんですけど、酸素をたくさんね、くっつけてね放出してましたね。はい、いかがでしたでしょうか。もうどんな動画がね撮れてるかわかんないけど、もう僕のね、肉眼ではもう半端ない世界でした。こっちにね来て、まあ、一番興奮した日かなっていうところですね。それぐらいたくさんね水島道場が、集結していて、もうね数えられないぐらいいましたね。数百匹は多分出会ってます。でも自分の周り全部がねもう水島道場なんで、もう半端なかったです。ただねちょっと今回観察した感じでまだね映像見てないんですけども、肉眼で見た感じでは、お腹がねもう放卵して、もう卵巣がね、ちゃんと成熟してしきっているような状態の、綺麗なメスが、ほとんどいなかったですね。なのでおそらくもうねここのエリアで、とかね、もう産卵は終わってんのかなって、ほぼ終わってるかなっていうところですね。はい、かといってね、絶対もう終了してるわけではなくて、小さいね、オス個体が、点々の多いね、大きい メス個体を追いかけているシーンがね結構あったんですけどね、おっと思ってねカメラ動かすとねすぐにねピャーってどっか行っちゃうんでね、なかなかそのねセットで映せなかったんですけども、多分1回ぐらいはね映せたんじゃないかなと思うんで、またそのあたり見てもらえたんじゃないかなと思います。ということで、すごいねもう春、梅雨前ですねのこの産卵季節ですね、水島道場たちのすごいね活気ある、世界が見れたんじゃないかなと思います。最高でした。誰もいないんでね、もう独り占めさせてもらったんですけども、もう本当にね前回前々回のね、映像では、水が濁っててね魚たち、だいぶ散っちゃったねって言ってたんですけども、またその中でじゃあいないんだったら魚はどこにいるんだろうっていうのをね、自分の今までの経験をたくさんね積み重ねることで、なんとなくね自分なりの仮説っていうのがね、作れると思うんで、それに従って、アクションを起こしてみると、ここにいたのかということで、その水島道場だけに限らず他の魚もみんなそうなんですけど、なんとなくね、自分でこう興味を持った時にね、じゃあなんでだろう、なんでいないんだろう、なんでこんないっぱいいるんだろうね、考えていくと、楽しい生き物とのね、つながりが自分なりのね自分だけの、つながりがもう作っていけるんじゃないかなと思います。すいません、ちょっとまあ鼻水もね寒いんで鼻水出てくるんですけども、とにかく、もうね言葉では言い表せない、とってもね綺麗な、水島道場たちの世界を見れたんじゃないかなと思います。でこれがずっと続くというかというとね、そうではなくてもう本当に一時的なものなんで、またね、夏が来るとまたこの景色もね変わってしまうんですね。まあ、この場所に関しては僕は1年ね通して見てないんで、憶測なんですけども、まあおそらくそういう風な展開になっていくと思います。ということで、もうとにかくもうしゃぶり足りないぐらい最高でした。ということで今日も最後までご視聴いただきありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いいたします。それではまた。
うわ寒いでも最高でした。今もねいるんだ、あそこ、そこにも、そこにも、あそこにも、あそこにも、そこにも、そこにもいるね、いっぱいいます。もう最高です。